はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、ストレスを正しく理解するということで、実はよく誤解されているストレスの正体についてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。私たち通常ストレスと聞くと、やっぱり不快なものであって、健康に良くない悪いので避けたり減らしたりするということでをしがちです。ですがこのようにストレスを悪者というふうに考えて思い込むこと自体なのでストレス全てにこう打ち勝とうとしたり全部なくそうとすること自体が実はですね、それでストレスゼロを目指す方がかえってですね、鬱を招いて心の、健康を損なってしまって、これでですね、例えば人生に対する意義とか、幸福感を見出せなくなってしまうことで、結果として死亡リスクを高めてしまう。大きな間違いであると、実は言われてます。じゃあ、正しくはストレスとは何かというと、ストレスというのは、快不快を問わず、心身が受けるあらゆる刺激のことを言います。なので実際は自身の成長を促すというところもありますので無理をしてまで減らす必要はありません。ではストレス、いいストレス、快のストレスとは何かという、例えばプレッシャーを感じてドキドキをしたりですとか、それで達成感とか成長を得たり、あるいは恋人に久々に会えてワクワクをすると、こういうものです。これは人に自信ですとか意欲とか誇りとか喜びをもたらして自己成長ですから人間関係の改善につながるというところがあります。なのでストレスは実は成長するための糧として活用するということができます。とは言ってもストレス実際問題になってます。では何が問題かというと、それは過剰なストレス、ありすぎることです。そうすると重荷になってしまって燃え尽き症候群になってしまったり、パニックですとか鬱をもたらして自殺リスクが高まるというふうになってます。つまりストレスがあること自体は全然普通のこと、自然なことなんですが、同じことをこうくよくよ悩んでしまってストレスについてこうずっと考え続けてしまうことで慢性的に溜まったり重なったりすることで普段の生活に支障をきたすとストレスというのは問題になってきます。言ってみればストレスというのは人生においてないと困るんですが、ありすぎても困る、スパイスのような存在であるということをですね、私たちは正しく理解するということが大事ですので、ぜひこの点をですね、参考にしていただけると幸いです。では、この点を踏まえた上で、ここから過剰なストレスがもたらす悪影響の方について解説をさせていただきます。実際、厚生労働省の調査の方では、日本人のおよそ 50% がですね、不安ですとか、気分の落ち込みを抱えているなんて報告が上がってます。で、その代表的な疾患、今回4つ挙げさせていただきました。一つはうつ病です。気分が落ち込んでしまってやる気が起きなくなってしまって、それで睡眠障害ですとか食欲不振を引き起こしてしまうことで悪影響が現れてくる、人生を破壊する病というふうに言われています。几帳面で真面目な人ほど陥りやすいので注意が必要ですし、気分障害なんていう言い方もされます。それから続いては不安障害です。これは強い不安ですとか心的外傷、いわゆるトラウマと呼ばれるもので、これが時間が経過した後も悪夢を見たりですとか否定的な気分になってしまったり怒りやすさになってしまったり、それが不眠などが現れます。代表的なものとして PTSD 心的外傷後ストレス症候群と呼ばれるものがあります。それから認知症があります。一度正常に発達した脳の機能、認知機能がその障害によるですね、持続的にこう低下をしてしまって日常生活に支障をきたしている状態のことを言います。加齢によるこれ自然な老化現象とは異なるというところがあります。すると最後は睡眠障害です。健康を維持するために必要なのは当然昼間活動して夜寝るというその生活リズムになってくるんですが、これがですね影響はされてしまって、例えばなかなか寝つけないとか夜中に何度も目を覚ましてしまう、いわゆる不眠症と言われるものもこれに該当します。日本人のおよそ 20% がですね、悩んでいるという、いうデータもあります。特に女性の方で多いというのも言われています。で、こういうふうに過剰なストレスは死につながる万病のもとといっても決して過言ではありません。で、
今回紹介した4つの疾患のうち後半の3つ、不安障害と認知症と実は睡眠障害というのは新型コロナウイルス感染症後に優位に増大するということも実は分かってます。なのでいわゆるコロナ後遺症としてですね、これ見過ごすことができない状況というのもありますので、ぜひこの点をですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでで風にさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。